ダイソーのウレタンで作るふんわりスマホポケットの作り方です。こちらは留めがなくて簡単に取り出せるようにしています。こっちはホック付きで留められるので外に出しても使えます。こちらは表生地をナイロンオックスで作ってみました。アウトドアやスパなどにもおすすめです。ストラップを長いものに変えて首から吊るすこともできます。表生地はシーチングぐらいの厚みがおすすめです。オックスでも大丈夫です。出来上がりサイズはホックなしが横11センチ、縦が17センチ。ホック付きは横11センチ、縦は19センチです。ぐるりと横に18センチ、縦は16センチぐらいのスマホ用です。ダイソーのクッションケースをこのように底を切り取って使っています。表布の底を縫い合わせます。方向があるときは底の方を中表にして1センチの縫い代で縫います。縫い代はアイロンで開いておきます。表生地の上から5センチに印をつけます。この下に D カンをつけます。三つ折りにして D カンに通します。上から5センチの下に仮縫いしておきます。ウレタンを広げて生地を中表に合わせます。長さは違いますが端を合わせて2センチの縫い代で縫います。反対側も端を合わせて2センチの縫い代で縫います。クリップで留めたらウレタン側から縫います。表同士裏同士を合わせて切り替えも合わせて留めます。ウレタン側に7センチの返し口を作ります。ペンでも良いですが黒いので待ち針を留めて印にします。返し口を開けて縦に1センチの縫い代で縫います。表布の端の縫い代は上に折り上げて縫います。ウレタンのところは押さえを上げて押さえ直して縫います。DカンのあるところはDカンが内側に入っているか確認して縫います。返し口から表に返します。返し口を内側に折って端ミシンをかけます。ウレタンを内側に入れます。ちょうどウレタンの端が上に来るように表布は2センチ内側に入るようにします。ウレタンの端はちょっと先の丸いハサミなどで出して表布は目打ちで引き出します。好きなサイズで作る時の計算式はこちらです。周り
というのはこのぐるりと横の回りです。縦はスマホの縦の長さになります。ホック付きの計算式はこちらです。